皆さんこんにちは、ゆずです。今日は文化放送プレゼンツガールズガールズとラッキーラッキーの、ハロウィンパーティー2022ということで、2022ということで、私は今ギャルメイクをしております。すごいキラキラして付きまもつけてます、いい感じ。ということで今日は裏側をお届けしたいと思うので、皆さんぜひ見ていてください。わらしている、おみつ、おみつギャル版です。なんかポイントありますか、メイクの。メイクのポイントはピンクのアイシャドウです。ピンク、いつも何をしてんの。いつもオレンジかブラウンなんですけど、今日はつけまもつけて。いいです、ね、ちょっと近いかな。ギャルということで、なんかギャルみたいな踊りはするんですか。ギャルっぽく踊ったりはするんですか。そこまでは意識したかったら全然しますけど、ちょっとゆず考えてることあるんで後でみんなに言います。なんでそれ、あげー。おはよう。おはようございます。どうですか、すごいじゃないですか。なんかエクステつけて、そう、エクステ多分4本ぐらい。ついてる後ろに、ね、なんかちょっとだるそうな感じが、ウェーイみたいな感じしてますね。ドラマをね、見まして。ドラマ見てたの。あ、今見てたの。そう。それで何、どんな感情なの今。悲しいの、嬉しいの、キュンキュンなの。あ、そうね。ドキドキハラハラ。ドキドキハラハラしてるの。そう、あのキュンキュンのドキドキじゃなくて、どうなるんだっていう。あ、展開がね、前髪綺麗じゃん。切ったでしょ。そうよね、切ったでしょ。あ、ちょっと前に切ったよ。イエーイ、かわいい。なんかこれ